歌謡コーラスグループ純烈の妻のタレント LILICO が11日フジテレビ系ポカポカに生出演。純烈時代にタブを決め放心状態になったお題のエピソードを明かした。お題は2022年12月31日に純烈を卒業した。お題は戻りたいという気持ちは卒業した瞬間から持ってしまうと、これはもう未練になるから。本当は紅白に一番最初に出た1年目の年で卒業しようと思っていたので、と明かした。お題はやっぱ岩永くんが今後どうなっていくかによって純烈は大きく変わると思うんですよ、と言い、ちょっとなんか男臭いグループに変わったんですよね、と指摘した。